しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日から6月ということでジューンブライドガチャが登場しております。もう6月か、早いなっていうところはありますけども、新キャラ狙って引いていきたいと思います。ラインナップ確認しましょう。はい、サイレアリティ星9のところにロシェが追加されて 1%、 1% ね。で、星7クーリア と、イザナギですね。クーリアが 2.3% で、イザナギが 2%、 イザナギはね、着せ替えドロップ枠なので、はい、ちょっと低いのかなっていう感じです。はい、で、それ以外のキャラに関してはもうこのジューンブライドガチャ結構歴史があるというか、まあ、昔からあるので、大体持ってる、大体というか全部持ってます。はい、なので本当にその新キャラだけ、もしくは玉になりうる星8、なり得る、なりうる、日本語わかりませんけども、星8が出てくれれば、まあ、ロシアは最悪交換でいいかなと思っております。まあ、出てくれれば一番いいけどね。まずメール文から引いていきましょう。参ります。このメールでダイヤドイあるよ。あ、出たよ男。ジューンブライドガチャの男は本当にいらぬ。ラーはさ、なんかさ、超転生寄りの性能になってくれればよかったと。おい、この人はもうどうすればいいんかね。世の花嫁にならぬか。5色で5倍、スキル使用時神と悪魔の攻撃2倍、10倍。なんか助けてあげてほしかったな。まあいいや、確定イザナギガチャよろしくお願いします。このイザナギなんですけど、なかなかに優秀なので複数体欲しいんですよね。なので確定の存在ありがたい。そして奇世界ドロップゲットですと。これね、水ドロップが海幸山幸で顔が2つあるっていう珍しい。はい、この人錬磨だったり極錬だったりいけそうな性能してるんで、まだ周回できてない方はね、確保するのもいいかと思われます。で、あと55回引ける分の石を、用意したんですけども、50回ぐらいでまあ何かしらね、取れ高ができてくれれば嬉しいなと思ってます。金は大丈夫です。金はもう散々見てきた。まあ、それで言うと昔は、銀あるんだ。そうだわ、イザナギさんね。これでもスキル強くなりましたよね。4ターンで3ターン軽減。昔はそれこそ動画もやってなかった時代なんですけど、友達と一緒になって、おお、エスコモリ追ってましたねっていう話をしようと思ったらエスコモリって。よし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 。エスコモリに関してはドットも作ったんですよ。もともと2体持ってて、普通の究極の方とドット作ったので、これは玉候補、ありがとうございます。よし、いいぞ。銀もあるけど、おお、星7ね、1237だね。 OK、 2ターン属性吸収無効。そうだね、昔は結構ノリで課金してましたね。おお、パネラ、これも7か。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。このパネラ、あの操作時間8秒固定なんで、ちょっと裏レッカイ行きたいなって思ってます。まあ、バランスタイプ持ってるんで、バレンタインイリアルと組み合わせてもいいのかなっていう、まだちゃんと考えてはいませんけども、後々動画も出すと思うので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いします。銀、銀、さあ、いけ、頼む、お願い、ダイヤ、動いて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 。あ、出たよ。ラーはさ、もうさ、もういいよ、ラーは。本当に。明智も大丈夫。でも、この明智結構、侮れないというか、一時期活躍してましたよね。なんか周回編成とかで。泥鏡花火にするためにこの明智のスキルがめちゃくちゃ強かったりした時がありました。ラーは本当にポチポチのね、普通のラーを持ってない人が入手しやすいラーだったっていうこ
定ダメージ枠だったっていう、ただそれだけの人なんですよね。超転生させてあげてほしいわ。やばい、ライアーが出なくなった。もう在庫切れか。頼むよ、花嫁ください。花嫁、結婚したい。結婚願望はあるんですよね僕。本当にあの昔のアップバンク TV とか広場チャンネルでも言ってたかな、言ってたかなとは思うんですけど、昔から結婚願望は人よりあります。なんなら、うん、冗談じゃなく。ただまあね、伴ってこないので、まあ自分が悪いんですけどね。何の話してるんだろうな。猫ちゃんも起きちゃうわ、それは。やばい、ダイヤが出なくなってきたぞ、本当に。起きた、よし。久しぶりのダイヤがラーって持ってかれるな。よし、連続。おーおー、弾じゃね、弾できんじゃね。ありがとう、1,2,3,4,5,6,7,8 だもんね。よし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 。この雷神さんもめっちゃスキルが軽くなって6ターンですね。落ち込んだし、上書きにも使えるし、6解除と5属性プラス回復6食事。まあでも素でロシェが出てくれれば一番いいことに変わりはないんです。だって5体も消費しちゃうから、交換に。頼むよ。なんならロシェ武器も強いからね。どっちも欲しいんだよな、本体と武器。でもこのダイヤの感じだとしんどいな。でやっと動いたと思ったらゼラみたいなね。まあ、ゼラに関して僕1体しか持ってないので武器作ろうかな。ゼラの武器なかなか優秀なので、よし、とにかく動け。ああ、おお、オッケー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 。星8が出てくれるならそれでいいです。もうラーは見たくない。あ、ゲッチ、あと30で55から始めたから、あと25か。あいらーロー、ラー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 ララ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 ラ。やばい。頼むよ、動くとこ。いや、交換もいいけどさ、ガチャから出てくるロシェが見たい。ウェディングドレスを着た君の姿を見たい、ガチャから。あと20、諦めるな、心を燃やせ。イザナギ、イザナミか、イザナギが男だね。イザナギ出てないな、そういえば。ラーラーラーガチャだわ。ラーはラーでもゼラーならいいんですけどね。このジューンブライドガチャが来るたびにさ、ラーを売却するっていう、ラーを整理するっていうのがね、セットになってくる、必然的にセットになってくるっていう。もう毎回毎回このジューンブライドガチャを引くたびにラーを売却してる気がする。でも僕はラーに恨みがあるというよりかは、別にあの超転生のラーも4体かな作ってますし、うん、全然いいんですよ、全然いいんですけど。はあ、超出るじゃん、マジで出るじゃん。もうラーの話するのやめようか。はい、ラーの話やめます。ロシェ、ロシェはさ、とても可愛いよね。ロシェのさ、あのスキルがさ4ターンで使えてさ、エンハンスでさ、なかなか。おーおーおーおおお、ありありあり、2体目あり、ありがとうございます。よし、あ、違うんだよな、でもロシェなんだよな。
あれがさ、レッカイとかウルレッカイにも使えそうな感じのさ、おぉ、あっし、あっし、ありがとう、ありがとう、かわいいよ、とてもかわいいよ。これね、4ターンのスキル、2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力上昇、ランダムでキドロップを4個生成。よし、でリーダースキルにね、毒ダメージ無効化ついてるんですよね。毒ダメージ無効ついてるやつは悪いやつはいないってグリゴリーが言ってました。はい、で武器がこれです。ウェイとクモで、これスキルが20ターンってちょっと重いんですけど、溜まってしまえばこのエンハンスプラス消せないドロップと覚醒無効状態全回復ってことで、まあそれこそ劣化ウラ劣化のあのおおでドラか、おでドラの対策になるのかなっていう感じ。まだ行くよ、あと11回引きましょう、50回と決めていたので。いやー、やっぱロシアの話したら出るわ。まあそれはね、物欲センサーに引っかかっちゃう場合もありますけど、欲しいと思った人のところに来てくれるんだと僕は思います。何度このガチャドラの腕を下げてプロポーズをしても1万回ダメで、ヘトになっても1万1回目は何か変わるかもし…来い武器分、ああ諦めたらそこで終わりなんで、もう1体出ると僕は信じてます、信じてます。 I believe ロシェ、あと6回、残り5回までで、まあこの後ね、しっかりロシェ育成して、使ってみた動画あげますので、ぜひ、そちらも合わせてご覧ください。ロシェどうやってパーティー組もうかな。まあフレンド結構ね、正月アルテミス合うなって思ってますね。ウェイだし、貴族生で。まあ、それでパーティー組んでちょっと、やっていきましょう。あと3回。まだある。出るよ。あるよ。あるよ。うん、ラーじゃないだけマシ。あと2回、諦めるな、出る出る出ると思えば出る、出ないと思えば出ない、出ると思えば出る。おお、ちょっとびっくりしたな、色合い的に。はい、ということで私の結果は以上です。入手順、はい、ここですね、イザナギ、ロシェの流れ完璧でした。その他に関しましてはラーすごい出てるな。まあ弾もゲットできたのでロシェの武器も作りたいなと思っております。はい、そんな感じでした。この後、先ほども言いました通り新キャラの使ってみた動画ですね、どんどん上がっていくと思いますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録をしてお待ちください。ぜひよろしくお願いします。ということで本日は以上です。さよなら。